はい、皆さんこんにちは、チェでございます。録画が失敗しました。録画してませんでした。まあなんとか戦ってますよ。罠を外す4。うわー、あ、生きてた、よかった。あ、よかった、5ゴールド入った。あ、一晩休んで、罠外せないのか。とりあえずあっちに帰りましょう。違う、ここでもない。まずセーブするか。これでセーブなんだね。これで体力回復してくれるのかなと。違うんだね、ただ単にセーブだね。冒険は続きましょう。で鍛冶屋寄って取引しましょう。で先ほどのパターンだね。武器も欲しいけどね、あれ見てるともう防具だね。でもどうなんだろう。あ、そっか、ゴールド集めたら60ゴールドあるんだ。防具買いましょう。どっちがいいんだろうね。まあパデットはまあ、パデットアーマースモールシールド、パデットアーマースモールシールドでいく。そうだね。でゴールド集めて、で3と、あ、しまった、レザーアーマー買っちゃった。あららららら、まあいいや。じゃあパデットアーマーもう1個で、で装備する、パデットアーマースモールシールドで、アーマークラス上がんないよ騎士。装備外しましょう。でレザーアーマーしたら3まで上がるんだね。レザーアーマー外してこっちにパデットアーマーで、エルフ、エルフは装備しなくていいね。そうか、盗賊とエルフか。ボーガンとかスリング買った方がよかったかな。いやでも十分車種はアーマークラスあるからね。もう頭が混乱してるわ。騎士が全然上がんないのがね。何してんの私。そっか。ちょっと待ってね。この人がレザーも持ってたよね。レザーアーマー。で、こっちにパデットアーマー。で、いいのかな。で、驚きなのが、こっちがレザーアーマーでアーマークラス上がる？上がんない！うちの騎士。何なんだ、うちの騎士は一体。だったら、レザーアーマーじゃなくて、スモールシールド。やっと1上がった。まあでもこの人ヒットポイント多いからね。レザーアーマーじゃなくて、パデットアーマーでいいわ。あ、しまった。効果が全然望めない人なんだね、この人。となると、この人は装備いらないか。あ、クラブまで外しちゃった。で、アイテムを渡すということで、
オークにパデット、うん、全部渡してしまおう。で、オーク装備するスモールシールド3までいくでしょ。なんだろうね、ヒューマンがあんまりにも悪いんで。んで、エルフ、ああエルフに何か装備、エルフも装備させましょう。この人本当もうダメだね。あ、素早さ6しかないんだ。嘘、素早さ6しかなかった、この人。作ってる時気づかなかった。作り直した方がいいかもわかんないね。でもとりあえずやるか。素早さって結構必須だった気もするな。いや、もうそんなこと言っても仕方がない。エルフに、エルフに、レザーアーマーで、僧侶にパデットアーマーを渡しとく？装備するレザーアーマーで、エルフ4までいったもんね。で、で 2に上がるもんね。ノーム。ノームも1上がった。うちの騎士もう、かなり、ダメダメなんだ。まあでも仕方がないよね。こればかりは仕方がない。さあ、向かいましょう。人型の敵を探して、あ、コボルドガーズマン、今痛かったような気がする。あ、しまった、またバフ入れの忘れてるわ。コボルドちょっとつらいな、これも。恐怖、コボルトはそんな強くなかったと思うんだけどね。あとガーズマンだね、怖いのは。でも全然当たんないんだね。睡眠するかな、寝ないね。で、祝福だね。ああ当たりだした、よかった。コボルト相手にね、こんなんでやばいね。414。応急処置は、こっちに使っておこう。ガーズマンがね、ちょっと強いんだよね。でもよかった。これでまたお金入るわ。はい。1しか当たんないね。でも防具あげたのが良かったかもわかんないね。いやー、もうほんとレベル2になるまでね。レベル2になるまでの。レベル2になるまでの。魔法で調べちゃおう。罠なしだね。でも一応罠にしましょう。4ゴールド。四六の24ゴールドか。もう一回何か買いに行くか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってよね。なんだこれは。いや、今ね、武器をね、カンニングしてるんですけど、今クラブですけど、なんじゃこれ、このクラブ。早くいいの装備し、次武器行こうか。武器防具にしようと思ったけど、武器にしよう。ちょっとこれまた、ほんとあれだね、もうこれよくやったわ。これ昔だったらスナップショットなんかないからね、
あれなんですよ、あのここまで帰らないといけないんですよね、セーブするのに。セーブしにね、一応セーブしときましょう。でもこの時間もすごく待ってやったもんだね。で、取引しましょうね。もう間接武器よりもとりあえずあれかな、ダガー、あ、ハンドアックス、そらクラブよりもハンドアックスの方がええわね。あ、スリングもでも売ってんだ。あー、本当は車種にねスリングとか持たせた方がいいと思うんだけど、車種めちゃくちゃめちゃくちゃアーマークラス高いからね、今のうちの中ではね。だからハンドワックス2つにしようか。ああ、とりあえずね。ああ、ショートソード欲しいけどね。ああ、ハンドワックス2つにしよう。でキャンプね、装備、ハンドワックスも武器持ってる。はい。で、アイテムを渡す。ハンドアックス。で、装備する。ああ、装備外す。装備する。ハンドアックス。で、アイテムを渡す。で、クラブを渡すと。持ち物を売る。クラブ1ゴールドだってさちょっと待てよ。もうこれはいいですね。ジーンでアンロック、読んだね。うわー、しかも奇襲されすぎだわ。あ、中毒ごめんなさい私が悪かったはい、ロードしてきました。あー、もう金ないから無理。あ、ワンダリング合いましたね。うわー、退却。はい、ごめんなさいね。もう、結果見なくてもわかるから。人型出てもらわないと困るんだけどね。人型出てください、人型。うわ、スプラットまた呪いか。で、しかも奇襲なので、いける？もうこれダメだったら、厳しいね。魔法唱えられないのは呪い？魔法唱えられないね。あ、マジックパワーがないんだ。祝福当たるかな。あ、もうダメだ。呪い唱えられたんでもうダメです。これ私よく解いたな。でも土地一回投げてんだけどね。また時間の無駄なのでいつかセーブしそうで怖いな、これ。あ、ちょっとごめんなさい。帰ってきちゃったね。こぼれといた。もう序盤、これ昔もこれね、これ繰り返しでしたよ、これの。もうリセット入れまくりましたね。ウィザードリーを入れたような気がしますね。そう思ったら、ザナドよりも入れてるかもわかんないね。でもなんか、武器変えて当たると嬉しいね。祝福使っちゃいましょう。そうだね、コボルトが、序盤ではコボルトノームがあれだったと思います。カモというか、それで金稼がないといけなかったと思います。
確かね。応急処置を魔法使いにね。はあ、はい、じゃあね、この辺で終わっておきましょう。どうもありがとうございました。